最高裁、すっかり夜の帳も降りまして、素敵な夜がやってまいりました。開講祭2日目、この後お届けするのは2013横浜銀行ドリームオブハーモニー合唱隊の皆さんです。どうも、連日のリハーサルと長い間の練習お疲れ様でした。で、まだ少し1曲目の歌い出しまで時間がありますので、だいぶお待たせしちゃってますけど、マイクを使って業務連絡もなんですが、体調が悪くなった方は遠慮なく手を挙げてくださいね。で、周りの方に言っていただいて、おっしゃってください。はい、後ろの花火の時間に合わせておりますでございますので、最後まで有終の美を一緒に飾っていただければと思います。さあ、歌い出しの前に皆さんに紹介したい方々が何組かいらっしゃいます。まずはこの今年の開講祭です。横浜開講祭実行委員長挨拶です。どうぞお越しください。今年のこの盛大なお祭りを取り仕切った実行委員長です。第32回横浜開講祭実行委員会委員長関和夫より皆様にご挨拶申し上げます。入れますね。皆さんこんばんは。いやー、名人やばかったですね。いやー、楽しんでいただけましたか。もう一回名人さんに会います。すいません、申し遅れました。私、第32回横浜開講祭の実行委員長を務めております。一般社団法人横浜青年会議所所属の、関和夫と申します。どうぞよろしくお願いします。あ、皆さんどうぞ締めよろしくお願いします。ですね、今年、天気に恵まれましてですね、暑い2日間、昨日の開講祭もですね、最高のイベントを揃えておりました。今年もですね、皆さんいろいろイベントを味わっていただいたと思います。海のイベント、マリンイベントですね、観光調停パレード、いろいろありました。キッズ、皆さん、開講祭、海を感謝することを忘れず、またですね、最後のドリームオブハーモニー、そしてエンディングに上がる、ビームスペクタクルインハーバー、こちらの方ですね、楽しんでいただければと思います。最後までどうぞよろしくお願いします。皆様にお願いがありますが、立ち上がらずにしゃがんでっても耳にタコができたかもしれませんが、どうぞ後ろの方が見えやすいように、ご鑑賞ください。トラブルのないようにお願いします。いや、それにしても天候に恵まれ、日和に恵まれ、まあ、実は先週が開講記念日だったんですが、6月2日にやると、まあ、決まっているのが開講祭、あえてアフリカ開発会議に譲って1週間遅れのスタートとなりました。実行委員長としてはどんな思いだったのでしょうか。苦渋の決断でした。やはりですね、横浜のこの県内市民祭をほぼ確立しているこの横浜開講祭の本祭をですね、2日からずらすということでですね、いろいろとご協力いただく業者の皆様、先輩方ですね、ご協力いただいて9日に本祭を持ってさせてください。でもそうやって、決断なさったことが、むしろ、天は神は見放さず、この梅雨の最中にあって、台風前線も日本列島の上を避けてくれて、見事期間が晴れました。実行委員長として改めて皆様にお気持ちを語ってください。本当にありがとうございます。ですね、もちろん、本日練習の皆さん、そしてスタッフの皆さん、そうですね、みんなの努力ですかね。じゃあまずスタッフの皆さんに。そうですね、私の実行委員会は60名ぐらいで、この開講祭を作り上げてきました。まずはですね、総務に長女のことですね、担当した竜兵ありがとう、そして、企画をやりました健吾、そしてですね、広報、一生懸命1ヶ月かけて広報作りましたゴンちゃん、そしてそれを支えた実行委員会のメンバー、ありがとう。そして
次はじゃあ今ちょっと長時間お待たせしてしまってますけど、スタンバイしてから、このメインコンテンツの一つであります、ドリームオブハーモニーに早い時期からインターネット等を見て、よし参加しようじゃないかと、年齢を超え性別を超えてご参加くださった1000人の皆さんにご挨拶をお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、ということですね。何度も聞いてしまいますけど、今回こうやって本当に絶好の お膳立て でたくさんいるスタッフの中で実行委員長、先頭を切って立った、いろいろ苦労もあったと思いますが、ご家族の皆さんもいらっしゃるでしょうけど、じゃ あの30秒だけ残り渡しちゃいますんで、個人的にメッセージをどうぞ。はい、まずは、ご縁がありまして実行委員長をやらせていただきました、ありがとうございました。30秒ですね。あとは、そうですね、親父おふくろ、毎日家帰れなくてすいませんでした。60人の仲間と一生懸命この日を迎えるために頑張ってきたんで、許してください。でも32代いて、で今ここに若い世代の皆さん、子供たちがいますか、いつかもしかしたらこの中から何年後かの開放祭は僕がリーダーになって市民祭をやりたいんだという人が出てくるかもしれません。もしくは OB の皆さんで、いや俺もかつてはこれのスタッフでボランティアをやったんだ、実行委員だったっていう方もいらっしゃるかもしれません。未来永劫市民祭が続くように、最後にメッセージをどうぞ。時間がいっぱいありますからね。今日ここにお集めの皆様は本当に何年もですねご協力いただいたり、そして、若い子たちをですね新しく参加していただいたり、本当にですね、まず開講祭を知って楽しんでいただいて経験されることがですね、まずスタートだと思います。ここにいる、少年少女たちはですね、まず横浜青年会議所に入会をしていただいてですね、そこから一から学んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。いい雨になると思いませんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは本来今日ご出席いただきたかったのですが、市長の林文子さんからお手紙を頂戴してますので、どうぞお台所をなさってください。どうしちゃえばそこあれじゃあ忘れたら大変なことだ。それでは、代読をさせていただきます。この横浜銀行ドリームオブハーモニーは開講祭を代表するイベントの一つです。全日本の皆様が開講を祝う気持ちを歌に込め、懸命に練習を重ねてこられました。皆様の横浜への思いが歌声に乗って響き渡り、会場が一つになる感動のハーモニーです。おかげさまで6月1日からここ横浜で開催された第5回アフリカ開発会議が先日無事終了いたしました。アフリカ各国からお見えになった4500人もの参加者の方々を市民の皆様による温かいおもてなしでお迎えすることができました。市を挙げてこの会議を盛り上げるために5月から行ってまいりました横浜アフリカ月間もいよいよ皆様が参加されているこの開講祭をもって幕を閉じます。本当にありがとうございました。最後になりますが、この横浜開講祭の開催にご支援ご協力いただきました皆様に改めて厚く御礼を申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。平成25年6月9日横浜市長林文子、いただきました。ありがとうございました。お預かりしました。今回コーラスに参加なさった皆さんには初めてだそうですが、意外ですね、強力な援軍が来ています。それでは紹介させていただきましょう。第32回横浜開講祭2013横浜銀行ドリームオブハーモニー初登場、神奈川フィルハーモニー管弦楽団の皆さんです。今日はたくさんいらっしゃるメンバーの中から金管アンサンブルの皆さんにお越しいただきました。初めて